エムラリエクサセイメソッドの13日目です。昨日に続き深い規約でのストレッチです。つま先をちゃんと立てて股関節を開けます。足の感じを維持したまま体を向けて倒します。顔を少し近づけるような、足の構造は維持。腰から向きを変える。まっすぐ倒します。顔を近づけるようなつもり。足の構造は維持。今度横に行きます。足の構造維持したまま足を持って体の側面を倒します。で反対側の手を上げていきます。体は前を向いたまま足の構造も維持。反対側面を倒します。手を上げて体は前を向けたまま足の構造は維持。はい、今度足を少し自由にこう手はこうですね。手を置いて肘が落ちると指先が上がる。肘が落ちると指先が上がる。この作用反作用。ストップ。体の角度自由にナチュラルに倒していきます。反対、足はこう、手はこう、手を置いて肘が下がると指先が上がる。この作用、反作用を使って動きがナチュラル。なるよ。今日のストレッチはこれで終わりです。最後、スキップいきます。また明日。